俺が教えてやるよ、日本人の世界の取り方を。確かに、あーいいね。ね、けどみんな日本人は英語を覚えてアメリカに行ってハリウッドデビューだとかなんかそういうことばっか言ってみんな失敗散らかしとやん。確かに散らかしとうん。こうやって俺らみたいにね、ホイは中国語を勉強して中国に行くし、俺はインドネシア語を勉強してインドに行くし、ワキもタイ語勉強するって言った。タイ語勉強してタイに行くし、こういうこと仕切るやつはおらんよ。そう、5人が全員別の国のアジアの言語しゃべれて、うん、トリリンガルで英語日本語マストですって言われたら、うん、もうアンチは学歴でもマウント取れんよ。唯一俺らにマウント取れとった部分が。確かに何でも取れんね。俺らはどうやって世界を取るのか教えてやろう。確かに教えてやろう、ね、違うよ違うよって言ったって、じゃあ誰が知ってるんですか、うん、世界一のなり方。なったやつに言われるならまだしも、うん、なろうともしてないようなやつに言われるのは、うん、そうよ。だけなった人しか教えれんやろ。だけもしこの動画見とう人の中に世界一になりたいって思う人がおったら、すごい参考になると思うよ。で将来、うん、世界の取り方中学校と世界の取り方高校を建てよう。専門学校も建てよう。世界の取り方専門よーし。ということで世界取ろう。